吉野さん、億万長者合宿でたまにね、こうやって本気で語り込むことありますよね。これ本当にですね、私と吉野さんが2人きりでね、飲みながら話してるような感じになります。で、人生についてなんですけども、私もですね、いつも思うんですけども、今日が人生最後の日だとしてもやりきってるなといつも思うんですよ。まあ私がやりきってるってことは、それほど大きな世界を求めていないって言えばその通りなんですけども、まあこの家のね、ローンもないですし、で、まあ金銭的にはもう全然自由ですしね。それから悩みというような悩みもないですし、それから私は子供生まれたばかりですけども、どう考えても私の子供がね、30代40代になる頃に私は多分いないと思うんですよ。それはもうね、覚悟できてます。で、人間っていうのは不老不死じゃないんで、必ずどこかで別れになりますし、死んで別れますし、その別れにはね、予告がないっていうことも私はよく、もう十分理解してるんですよ。まあ、ですんでね、いつもこの人ともこれで最後かもしんないなと思いながらね、精一杯今限られた人とね暮らしてますし、限られた人って言ったら他人行儀ですけども、家族とは暮らしてますしね。で、今日本当に理解し合ったなとかね、お互いに許し合ったなとか、精一杯やったなと、本当になんかね、いや、いい人生だったねと、どこで終わってもそういうふうなことが言えます。で、これはね、私40歳まで言えなかったことなんですよ。後悔だらけ、やってないことだらけ、見えてないものだらけだったです。返してない負債だらけだったです。今はどちらかというと、余った状態で終わりたいなと思ってるんですよ。これから先、私人生が長ければ長いほど転落して失うリスクも考えないといけないんで、そう考えたらね、今結構ある状態なんで、ある状態で終わった方がいいかなとかね思っちゃうんですよね。まあそんなこと考えちゃいけないですよね。まあ積極的に死に向かおうってつもりはありませんけども、不思議とですね、今世界中が感染症でものすごく渦巻いてる時に、私はね、ものすごくスモールでやってるんで、経費がほとんどかかってないんで、売上が落ちたところだけなんですよ。売上が落ちても、でもまあ特にランニングコスト的に足が出ることはないなと思ったら、はっきり言ってそんなに困ってないですよね。これ別に嫌味でも何でもなくって、まあそういう風なビジネスを選んで、そういう風な生き方を選んだからなんですよ。で、それはね、もう一歩言えばですね、お金についてかなり真剣に考えてきました。3000万以上の借金がある人間が、まあ、チャランポランだとは口では言いますけども、さすがにね、3000万円を返そうと思ったら、それこそ35年ローンの家を買うようなもんなんですよ。それを私は一発でドーンとね、少なくとも1年とか2年でなんとかできないかなと思った時に、その月給とか日当とか時給っていう稼ぎ方はね、もうすでに選択肢から外れたんですよ。自分でことを起こして、自分がビジネスを所有して、そして売上とか単価とか利益率っていうのを自分で設定して、それでもなおかつお金を払いたいって人を探す旅に出たのが、ネットビジネスっていうものとね、相性が良かったところなんですよね。まあそれから私は3年で1億が稼げるんじゃないかなっていうふうに考えましたけども、それを単純に割り算しましたね。1億円を3年間1000で割り算する、1000日で割り算すると、1日に10万円の売上ではなくて、1日に10万円以上の利益を出さないとこれは達成しないと思ったんで、1日に10万円以上を稼げるものだけをもう本当に追い求めました。それでまあ今に至るんですよね。それはうまくいく時ばっかりじゃないです。うまくいかない時もあります。うまくいかない時は、じゃあ8万円を狙おうかな、6万円を狙おうかな、じゃなくて、そうじゃなくてね、どうやったら10万円を達成できるかなと、10万円の利益を毎日毎日作るために、自分に足りないものは何だろうかっていうふうに、もうね、自己探求を始めたんですよね。それは誰かに聞いて教えてくれるもんでありませんから、誰にも聞かなかったです。確かにネットビジネス塾には入りましたけども、そこでしっかりと教わったことを学んだことっていうのは、自己アフィリエイトとセミナーのやり方だけです。これね、時間にして2時間ぐらいの動画を見ただけで、あとはね、ほとんどカリキュラム見てません。必要ないんですよ。自分が人を集めて来ていただいて、そこに商品を売る、この繰り返しでしかビジネスはないですからね。で、その時に粗利率が高いものをやらなければ自分の自由っていうのは担保できないっていうふうに、これは真剣に真剣に考えて、私はインターネットビジネスの自分なりのやり方を構築したんですよね。まあ、それが未だに続いてるわけなんですよ。まあ、ですんで、ね、私はね、ビジネスをやめましたって言うわけじゃないですか。隠居してますんでビジネスを考えてないって言うじゃないですか。はっきり言ってこれも戦術なわけなんですよ。もうお分かりだと思いますけども、お金のことを考えてないからセールスがどこにもないでしょ。どこにもセールスないのに、これでもちゃんと売れてるわけなんですよ。今日だって速稼塾の入塾生さんがいらっしゃるんですよ、一人ね。
まあ、本当1日1人ぐらいなんですよ。でも1日1人でも少なくとも頭金の3万円が入るっていうのを思ったらどうします？30日で100万円近くは私は売り上げが切らないんですよ。しかもこの速稼塾の入塾費用っていうのは私の全体的な売り上げの一部でしかないわけなんですよね。だから速稼塾の入塾生さんが1年間全くなくても全く困らない、私の生活スタイルは変わらないわけなんですよ。こういうふうに一つうまくいきだしたら次のね、リスクエッジのための次のビジネスを構築して、また次のビジネスを構築してって感じで一つずつ埋めていくと、私は不得意分野が今ないんですよね。でも最初は1個からです。最初は自己アフィリエイトだけをすごい深掘りしました。で、自己アフィリエイトをやり込んだ後にセミナービジネスを深掘りしました。ね、ビジネス塾で教わったのは自己アフィリエイト、そしてセミナービジネスっていうのがまさにね、この2つの武器を使ったわけなんですよ。で、2つの武器も2つ同時には使えませんから1個ずつ使っていったわけなんですよね。まあ、それがまあ今に至るわけなんですけども、そのぐらい真剣に考えて自分が何をやるときに何を捨てるべきなのかってことを私は真っ先に決めたわけなんですよ。だからやることを決めたら次にね、やらないことを決めていった。そしてもうね、執着するのもやめました。自分の人生っていうのはどうせ不老不死じゃいられないんだと。じゃあ生きてるうちにどのぐらいね、自分が望むような人生を作っていくかだけなんですよ。で、私が望むように生きたことを喜んでくれる人を家族に迎えると、それだけなんですよ。もうね、なんか自分の家族とか友達とか友人とか仲間になりそうにない人に対して、なんかその人に気に入られるような人生を送ろうなんていうのはね、こういうね、よくわけのわかんないことをね、もうほとんどの方はやるんですよ、よく、うん、そうではないんですよ。自分と関わる人とだけ自分の姿を見せてもいいところを見せていくと。で、自分の間違ったところや汚いところも許してくれる人と過ごしていく。そして自分の至らないところはそのまま放置じゃなくて、なるべくだったら改善していきたいなっていう気持ちも当然込みでやっていくわけなんですよ。で、もう誰ともお別れすることがもう当たり前にある、覚悟をするってこともそのうちの一つですよね。私はもう常に死っていうものとかね、生っていうものとかお金っていうものを覚悟しているわけなんですよ。で、私はもう一回ぐらい大きな転落があると思うんで待っているんですけども、そうなるとなかなかね、転落がないもんですよね。いまだにおかげさまで順調でございます。あ、ちなみにですね、私いつもこのカメラがあるでしょ、ちょっとね、お見せしましょうか、こっちの方。はい、撮影したこっちの方には、ま、画面があるわけなんですけどもね、ちょっとメッセージが見えてる。ここにお金があるでしょ。お金があるんですよ。ここにね。今の印刷がドーッとあるわけなんですよ。これなんでここにお金があるのかってことなんですけども、特に意味はないんですよ。特に意味はないんですけども、私も会社を経営してますので、形上給料をもらってるんですよ、会社から。で、それは非常にね、少ない金額です。私はそんなに大きな金額もらって個人所得を増やしたいわけじゃないんで、会社で許されている給料体系のうち、まあ常識的な金額ですね、私の会社の売上とか粗利に、まあ、換算して、まあまあこのぐらいの給料だったら代表取締役としてはもらってもいいんじゃないのみたいな、本当柔らかい金額、年収で言ったら400数十万円ぐらいに落ち着くように月給もらってるんですよ。で、それをですね、まあ、形だけなんですけども、一応、ね、法人の銀行口座から自分の給料を抜いておかないと給料支払ってないっていうね、感情になっちゃうんで抜いてるんですよ。でも使うことがないんで、これ溜まっていくんですよね、ここに。これね、嫌味を言ってるわけじゃないんですよ。そういうふうにきちんとお金が残るようにしていくってこととか、どうやってね、商品を買っていただく、まあ、速稼塾っていうのないんですかとかね、これこれこういうふうな悩みがあるんですけども、それをね、解決するようなコースはないんですかっていうふうに、向こうからオーダーがあるまで私がセールすることはないという形を取ってるんですよ。だからこれがね、隠居であり、そのビジネスを辞めたっていう、もう辞めてるのにセールしてるっていうね、非常に難しい形なんですよ。で、多くの方はセールスが苦手だから、多分ね、最終的にはこうなりたいなと思うはずなんですよ。セールスもしてないけど向こうからオーダーが来るように。でもこれは上級者のやることなんで、最初はね、ゴリゴリにセールスかけてるんですよ。私もそうですよ。最初はゴリゴリにセールスですからね。で、それができるようになってきて、セールスをかけても買ってくれるっていう地盤があるんで、だんだんセールスの色を弱くしてるんですよ。でも速稼塾っていう塾があるとかね、私は情報商材を売ってるってことを前提に付き合う方は、いつか売りに来るタイミングがあるなっていうふうに覚悟してるんですよ。なのに付き合ってもらえるんで、セールスをしても大丈夫だし、もっと言ったら私がセールスしなくてもですね、やっぱりこう、問題解決を持ちかけてくるんですよ、相談ごと。で、これはいくらぐらいでやっていただけるんですかっていうふうに、向こうからオーダーが来ますよね。まあそうするときに私は金額を明示するって形なんで、まあ、その時にね、その方に
どのぐらいの期間で解決できるかなってものが金額の目安になってくるんですよね。まあちょっと余計なことも話しましたけども、そのぐらいね、四六時中24時間360日人生、命、それからお金のことを真剣に考えていれば、お金が稼げないなんてことがないですよ。はっきり言いますけども、お金に困ってる人ってお金の問題から逃げてるから困るんですよ。違うんですよ、お金の問題はね、迎え撃っていかないといけない。お金の問題、お金なんて人間が作ってるもんですから、人間がお金の問題なんて全部解決できるんですよ。でそこをね、お金の問題はどうにもならないっていう風なところからスタートしてるのがもうそもそも間違いなんですよ。お金の問題がどうにもならないと思ったら何にも考えないんですよ。お金の問題は全て解決します。所詮お金の問題、金で済む問題は全部解決すると、これが私が考えているマインドセットの根っこですよね。今回は以上です。ありがとうございました。